お疲れ様です。気になる男。今回は第45話をお届けしようかと思います。たくさん44話、その1とその2、えー、ありがとうございました。私もね、非常にね、思うところがありまして、このフィードバックってすごく大事だなと。そして、この動画のやりとり、対話っていうのは、すでにたかさんと私は常に毎日一緒に過ごしているような感じになりますね。で、前回ね、影響を受けるとか、 考えるるとか感じるってて言葉を使わせてもらいました今回はその言葉をもうちょっとね彫り込んでみようかと思います。というところで出てくるタイトルが自我と他と我いうものです自我っていうのは自分の意識のこと他我っていうのはその他の人の意識のことなんですよね。まあ、なかなか他我って言わないと思いますしで自我っていう言葉はねよく使いますけども自我の追語って何だと思いますかそれが タガなんですよねで今回は自らの自己意識と他者の自己意識こちらの方でお話を進めていこうかと思いますのでよろしくお願いしますさあ次のスライドです、はい、まず1つ目のキーワード考える考えるって一体何なんでしょうかということですけどもまあ頭使ってねああでもないこうでもないっていうふうに いわゆる考えることが考えることなんだよっていう風なねループに陥りそうですけども、まあ、こういう風に決めることができるんじゃないかなと思いますんでちょっとご覧ください考えるっていうのは教育とか経験によって自らが知り得たさまざまな基準をもとに相対的に自らが位置する場所を見いだしていくことではないかなと思うんですよ考えた結果これでいこうこれでいいんだっていう風なね自らの立ち位置 じゃあその立ち位置の見出し方っていうのは何なのかっていうとこうした方がいいよああした方がいいよというふうな教育が一つありますそして自らが今まで生きてきてやってきたことやらなかったことによってなるほどなというふうな照らし合わせによってじゃあこの辺にしようかなっていうふうに立ち位置を決めることのこのバランスなんじゃないかなと思うんですよですんで教育だけに染まってもおかしなバランスいわゆる 思考停止の洗脳教育がが出来上がってしまいますし時にはね教育に逆らったりとか教育を受けてない部分は自分で見たり聞いたり痛めたり喜んだり経験することによってこういうことなのかなというふうに自分の過去の蓄積によって未来を予測するそのために立ち位置を得るってことかなと思うんですねはいそしてですねこの「考える」にはさまざまなプロセスがあります一つ目 これでよしという自己満足、これが実は大事なんですよ。ね教育によって、A から B に物を移動したら C になるよっていう風に教わります。そして自分が、そうか、これでいいんだという風な基準を持った時に、A たす B というものを見た時にね、C というものを得て、それで多くの方から、あ教育の通りだね、良かったねという風な正解をいただいて、よしよしという風に自分の心を肯定する自己満足なんですよね。 まああの自己満足っていうと他者を無視して身勝手なやつっていうふうに思われそうですけどもあの幸せっていうのはね自己満足が100%達成された時にたどり着くものだと思います幸せねそのために他者が存在しては困る場合もあるんですよねなぜなら自分には自分の自己満足他者には他者の自己満足があるからそれが一致することってなかなか少ないんですよね 瞬間的に一致しても時間が経ったり経験をすることによってその自己満足は多分自分のものと他の人のものと離れていくことが多いんではないかなと思いますはい次です二つ目のプロセス考えるですけども自己満足から始まったその考えるということねよしこれでよしというふうに考えて決めたところどうしてそうなったのかっていうことをちょっとね意識することが大事になってきますそうすると この考えた結果得た自己満足は誰の影響なのかなと何の影響なのかなっていうふうに、うん、やっぱり振り返ることができると思うんですよそうなると考えるとというプロセスってのは一歩先にに進むことになります、ねえー、例えばね私はねあの「ナイトライダー」っていう昔テレビドラマで、えー、走っていたトランザムっていう車この車は AI 搭載でものすごくね未来的なあ コクピットなんですよねそしてターボブーストといって車がジャンプしてねいろんな危機を救ったりとか危ないところから脱出したりとかあ他者のためになるそして世の中のためになるようなそんなねヒーローカーなんですけどもねで今ねその車のレプリカが私の車の車庫の中にありますで非常に自己満足度が高いわけですよねでも家族からしたらなんだそりゃってものでありますし 近所の人からら見たたた変わった車があるねみたいな映画の車かなっていう感じで何だろう何だろうっていうふうなねクエスチョンが並ぶんですよでもこの車の存在を知ってる人から見ると「おおちょっと一緒に写真撮らせてください」とかね「いやすごいですねいくらしたんですか?」っていうふうに私の家のチャイムを鳴らしながらでもこう食い込んでくるんですよね要するに私の自己満足は誰の影響かっていうと何の影響かっていうとテレビドラマに受けてるところもあるんですよね いわゆるるここは影響を受けてて洗脳されている部分ですでも私はこれでよしという自己満足がそこにあるんですよはいだからね影響を受けることが必ずしも自分の自己満足と切り離されたものではなくてその結果自己満足ってこともありますさらにそれを強化するものとしてこのナイトライダーのねレプリカファイヤーバードっていう車なんですけどもこれを手に入れようと思ったんだけども手に入れられない自己満足を達成してない方から やっぱり賞賛があったりとかね羨ましさがあったりするとさらに私の自己満足が強化されるんですよすごいでしょみたいな感じとかねでこの車に走っている時でも車に乗って走ってる時でもやっぱり振り返る人がいると「おわ分かるね君たち」みたいな感じでちょっと優越感がある自己満足はどんどん強化されていくわけなんですよねだから他者の影響で この車が欲しいと思ってね実際にイ慢をはたいて買うわけなんですけどもその買った結果自分の人生の自己満足度がものすごく上がるわけなんですよだから良かったねってことになりますけども、まあ、はっきり言ってこの自己満足が家族とかから理解が得れないとやっぱりね自己満足はあんまり得れなかったりで他の人がねあんまり羨ましがってくれなかったら なんかせっかく苦労して手に入れたけどもなんか面白くないなってことになって自己満足は簡単に崩壊するわけですよねでも今んところそうなってないんで影響を受けててかっったなっていう,ふうに考えることになります、はいまあ、こんなことっていうのは皆さんの中にもあるんじゃないかなと高さの中にもあるかもしれないですね、えー、で3つ目どういうふうに考えるっていうものが深く深く進んでいくかなんですけども次は何でしょうか、はい、自己満足に付き合ってくれる人いますかってことなんですよね えー、私にもいろんな趣味趣向があり自分の自己満足を満たすものがあるんですけども例えば私がね最近で言うと、えー、ロッキー4のリメイクっていうのがあるわけですよ「炎の友情」というね昔あった映画なんですけどもこの映画シルベスタ・スタローンが未公開部分の映像を使ってリメイクして今映画館でやってるんですよ。 で私はこれねロッキー4っていうのはね大好きでしかもロッキーシリーズ大好きなんですよね最近ではクリードっていうところにまで伸びましたけども今目を閉じたらね私がなんでね自分の肉体を鍛えたいのかそして自分がやる気になった時に頭の中でかかる音楽ねロッキーのテーマがかかるわけですよこういうふうな映画から受ける自己満足は私はねかなり大きい影響になってるんですよねでもこの自己満足に付き合ってくれる人いるんでしょうか例えば私の家族はどうでしょうか 周りの人はいますかうん。いるかもしれないですね。でも私の奥さんは別に私がロッキー好きでも、うん、あまりね、私も好きよってことにはなんないと思うんですよ。つまり、自己満足に付き合ってくれる人が、私にとっては今のところでいない状態になってます。ただし、そのロッキー4をテーマに動画を撮ると、私のコメント欄には、付き合ってくれる人が現れるってことになるんですよ。この自己満足に付き合ってくれる人は、その、 コメントを書いてくれるる人の中の中自己満足と一致するんでしょうねでもそこで一致しても他の趣味思考では私の自己満足に付き合ってくれるかどうかは限らないですよねそして家族っていうのは基本的に私の自己満足に付き合ってくれる人ではありますけども細部までは付き合ってくれないんですよ、ね、今のロッキーみたいなものには付き合ってくれませんそうなったらこれはたった一人の自己満足ということでたった一人の環境の時に基本的にはやることになるかなと思います まあさっきのね車の例も同じですけども私は自己満足に満たされてるんですけども家族はね、うん、あんまり興味ないかなっていうところなんですよねまあ家族って言っても今のところ奥さんしかいないんですけどもでも家族の維持に全く不自由をかけてないから私が自己満足のために何をしても特にね、えー、そこにまあ対立は起きないかなと思いますただし家族関係を崩壊させるほど自己満足に走るとさすがにですね 家族という関係を付き合ってくれなくなるんではないかなと思いますのでここは慎重にならないとねっていうふうに考えております、はい、4つ目いかがでしょうか自己満足をやめさせよううとととすするる存在がいいかことです自分の自己満足が他者にとってものすごく被害を及ぼしたりとか迷惑になった場合もしくは先ほどみたいに自分の自己満足を満たすために家族に満足させるリソースを避けないとなると ちょっとそろそろやめてくれないってことになると思いますね。私もですね、自分のその車がもしね、自己満足で済まずに家族の関係を壊すようなら売却する覚悟は持ってるんですよ、はい。そういった形で自己満足も全部がいいわけじゃないんですよね。自己満足を維持するためにもそれなりのコストやスキルが必要になってきますし、周りの人のやっぱり納得っていうのも必要でしょうね。はい。五つ目、それが関わってくるのがここです。 いや私もね自己満足を求めてはいるんですけどもこういう自己満足もありますよってことなんですよ他者つまり他の人の意識が気に入るように演じることで得られる自己満足の存在ですこれは一見矛盾するようですけども奥さんの気に入るような旦那像ってものを自分でね演じることでああこの人と結婚してよかったっていう風に思っていただけるように自分をねコーディネートしていく自分自身の やっぱりこう自己満足だけを考えるとそんなことせずにねやりたいようにやった方がいいわけですよでも家族や身の回りの人に納得していただけるような自分を演じることによってやっぱりね好かれることとか気に入っていただけるような自分を見せる俳優や役者のようにねだから家族が悲しい目にあったら自分は悲しくなくてもいや気持ちわかるわーみたいな感じでね演じていくことこれもちょっとだけ。 使っってていくってことです、うん、こういうふうに自我と他我を上手に行ったり来たりすること、うん、こういうふうに考えていくと非常にね全ててのの関係っていうのは円滑もちろん出発点は1の自己満足から始まるわけですけど自己満足だけではやっていけないということ、まあ、そういった間合いをね人と他者との間合いを考えていくことつまり赤いところで書いてますけども 教育や経験によって知り得たさまざまな基準自分の基準他人の基準、うん、随分昔の人の基準場所の基準ね一1人の時の基準5人の時の基準100人の時の基準さまざまですよで相対的に自分が立つべき位置ってのはここから、どこかなっていうことですもちろん自分1人家族の場合は自己満足だけでオンリーなんですけども自分家族というものが2人3人になってくるにしたがって 自分の立ち位置っていうのは自分の自己満足と他者の自己満足の狭間でですねいろんなところに変えていかなければ立つのが難しくなってくるよってことなんですよねえそして他のの人ががが気ににに入るるるるよよように演じここととって自分の自分己満足が強化されることがあるわけなんですよ、ね、やっぱりいい夫を演じたりいいパパを演じることによってちょっとストレスはかかるけども愛を買ったって思うことってあると思うんですよね まあ考えるっていうのはこういうことをあらゆる場面でやることかなと思います家族との関係っていうのは一例で申し上げたんですけどもでもきっと皆様の周りにもこういうふうなね距離感を測るためにいろんな教育の結果とか自分の経験の結果とかそれからねまだ訪れてない未来に対しての予測をさまざま頭の中で巡らせるいわゆる考える行動っていうのは日々してるんではなかろうかと思います次行きましょう感じるっていうのはどういうことなんでしょうか 感じるですね。感じるっていうのは、ハートで感じるんでしょうかね。なんなんでしょうかね。はい。えー、これはですね。先ほどの考えるって行動が重要になってきます。先ほどのプロセスも、まあ、かなり深いところまでお話した。第五層までね。一二三四五まで考えたわけなんですけども。感じるっていうのはね。問え、はたえに。思考を巡らせて、自己対話をした結果。先ほどのですよ。先ほどの一から五を繰り返し繰り返し。もう何十人も何十人も。 おその思考を巡らした結果考えるというプロセスをねなしに見えてくる部分まあ本当はなしじゃないんですけども考えるというプロセスがものすごく熟練してきてねもう本当一瞬で考える思考を問えはたえに巡らせることができるようなあそんな考えるプロになった後にあられるのがこの感じるってとこです、はい、考えるってがねむちゃくちゃ早くなるんですよだから1枚の写真をパンと見てね で3秒ぐらいでその写真をパッとね裏返した時にでもさまざまなストーリーがその中から感じ取れるってことですよね。今どんな写真を思い浮かべました私ね廃墟ってものが好きなんで廃墟の写真を撮ることが多いんですけども廃墟っていいなと思うのはね今は朽ち果ててボロくなっちゃった家とか建物や街なんですけども昔の商店街とかね。 でもそこにはねいろんな人の幸せや頑張りとか歴史を感じることができるんですよですんで廃墟の写真を一枚見てねそして数秒間で目を閉じるわけですよそうするとねさまざまなストーリーが見えてきてさまざまな人々の息吹を感じることができるんですよねうん皆さんの中にもものすごく早い思考がこう巡ることってあると思うんですよそして 相馬灯ってものを、ね、聞いいたこととあると思います人間は死ぬ瞬間数秒の間に自分の人生を走馬灯のようにねゆっくりと見ることができるとでもそのゆっくりっていうのはほんの23秒で終わっちゃうらしいんですよねだから長いのか短いのかわからないような時間の流れがそこには来るというふうに聞いてますまあ実際は走馬灯なんて見たことないからわかんないんですけどもでもなんとなくわかるような気がしますねでではないんですけども 寝るるに見る夢ってあるじゃないですかあの夢のプロセスについて、えー、研究された方がね、えー、結構いらっしゃってで論文をたたくさん見ましたそうすることによってあのそうなんじゃないかなと私なりに思えてくるのは夢っていうのは実はね起きた瞬間に、えー、意識できてくるようになるわけじゃないですか脳が起きるわけですから。そののの起起ききるるほんのコンマ数秒の間に起きる世界 いわゆる現実世界ですね。現実世界で一番最初に影響を受けた光とか音とか感覚ってものから逆算してどんなストーリーがあってそこにたどり着いたのかってことを、あの、こう想像する、クリエーションする行動らしいんですよね。だから、正確に言うと寝てる間に見るわけではなくて起きた瞬間に自分の脳が作り上げる、それが夢らしいんですよ。だから、たった2分か3分しか 寝ていなくても、五分や十分しか寝ていなくても、夢の内容が一時間分、三時間分ってことはあるみたいなんですよね。まあそう考えると、私たちが普段時計を見て感じる時間っていうのと、実際に存在する時間っていうのの中に、きっとタイムラグが生じてるんでしょうね。まさに。うん、時計で五分間進んでも、実際は十年分っていうことがあり得るのかもしれません。まあちょっと感じるっていうところにね、話を戻したいんですけども。 感じるというのは考える速度が早くなってすぐにそこにたどり着くっていうことなのかもしれませんねはい、えー、決断が早くなって修正も早くなりますそうなんですよ感じることができれば決断が早くなりますたくさんの選択肢があるんだけどもなんとなくこれかなっていうふうに理屈なく条件なく決めることができたりそして決めた結果あれ違ったかなと思ったらさらに修正も早くなって別の選択肢に戻ることができるんですよね だから、いろんな選択肢を与えられてちょっと待って考えるからっていうのと考えずにこれだなっていうふうにポンと決めることこれはねレストランに行ってぜひねメニューを見てみてください感じることができれば文字だけでメニューっていうのは写真だけじゃなくて文字が出てくる場合がありますよねその中で感じることができるようになるかもしれませんあっおいしそうこれにしようみたいな感じですよねでも考えるレベルで止まってる人ってうんどれにしようかなと これは色が綺麗そうだしこれはでも美味しそうだしこれは昔食べて美味しかったからそしてまだ未経験なんだけどもちょっと話題になっていたからっていうふうに迷ってると思うんですよつまり考えるプロセスをぐる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 繰り返して感じるというところに来れないってことはそれは常に迷ってる状態になるってことなんですよねはい、えー、次です決断が早くなって修正も早くなるつまり感じることができるようになると 他者の意思がそれほどまでででに重要ではなくなくるんですよ。だから先ほどのレストランの例で言うとねあの考える迷う人っていうのはねどれにする何にしたっていうふうに人の意見を聞きますでも感じることができる人ってメニューをほとんど見ずにでもですねこの店にはこれがあるだろうとじゃあ日替わりお願いしますみたいな感じとかねあのオレンジジュースみたいな感じでもうメニューを見ずとも決めることができたりするつまり感じることができるわけなんですよね 他者の意そそれがそんなに重要ではなくななくくってくるってことになります。もちろんん他者の意思に耳を傾けるでですよ。でも自分の感じることをより大事にできるそれは考える速度が早くなっているってことだと言えるんじゃないかなと思います、えー、3つ目そうすることによってね家族が選別されますまあ自分軍団という言い方もできるんですけども家族のいない方は例えば自分の集めたコミュニティとかね それがもし時間の無駄コミュニティだっても自分がリーダーとなって一人でも集めることができる一人のリーダーにでもなっていければそれは十分家族と同じ機能を有することになりますリアルな家族と違うのは別れにくいのか別れやすいのかってことですよねやっぱりリアルな家族っていうのはそれなりに別れにくいものだと思いますまあ離婚っていうのもありますけどもそこには相当のエネルギーがかかりますんであの家族っていうのはできるだけね維持しようというふうに心が働くものだと思います まあ、離婚率がね3組に1組が離婚する時代だって言われてますけどもそうなるとほとんど離婚しないじゃないかっていうふうなね見方もできるわけですよ。だって3組に2組は離婚しないんでしょすごくないですかみたいなことも同時に言えるんですよね。さあ皆様,にはな皆様の中にはね感じることを共有できるような自分軍団家族ってものはどのぐらいの規模であるでしょうね もちろん一人家族っていうのは自分が感じることを自分だけが大事にするというねこれも大切な一人家族家族の分類だと思います4つ目自己満満足ででたされるると幸せに近づけるんですよだって自己満足がマックスになった時ってそれ幸せじゃないですか自己満足が満たされてない部分がまだ幸せを感じてない部分なんですよねでもねやっぱりね100%幸せってのはないんですよななぜなら 幸せってのは必ず満たされてないところがある。そして、満たされてない分を追い求めたいという気持ちも幸せに入ってくるからなんですよね。はい。じゃあ、5つ目です。あ、5つ目ないですね。以上ですね。はい影響を受けるについてもちょっとね、お話を進めていこうかと思いますね。さあ、考える、感じるっていうのはどちらかというと、肯定的な考え方でありまして、 概念でありまして影響を受けるっていうのはいわゆるね自分の自我を失って思考停止になって人の言われるままに行動するような部分が大きいちょっとネガティブなイメージがありますけども必ずしもそうではありません私たちはね社会の中で生きている以上影響をを受けることを避けるるこことと避はで,きないんで,すよですんでね影響をいいものを受けて自分にとって自分にとっていい影響を受けて悪い影響はちょっとずつね離れていくのが賢明かと思います。 でもそれにしてもいい影響なのか悪い影影響響ななののかか悪それは感じることが大事になってきますしもっと言うと考えなければ分かりませんだから今までの考えると感じるというプロセスをねくどくどとお話したわけなんですけどもさあその内容とはいかがなってるもんでしょうか影響を受けるとは何でしょうかはい,はい影響を受けるとはね時間の経過と行動範囲の拡大に応じてそうですね10歳の時と20歳の時と30歳の時時間の 蓄積もも違いますし行動範囲も変わってきたでしょで子供の頃によく行っていた場所とかよく過ごした場所っていうのはきっと今はそんなに大事になってないはずなんですよはい時間の経過と行動範囲の拡大に応じて無数に出現する他者つまり他の人の意思他がですね他がの選びそうな自分自我の虚像を探し続けてさまようことなんですよね影響を受けるっていうのはそういうことなんですよ きっとですよでも残念ながら生まれてきた瞬間死ぬまで私たちは他者他の人の意思に左右される分が必ずあります。ね、ですんで自分の立ち位置っていうのは、まあ、ある意味ね探し求めてさまよい続けることになります。自分の自我を確固として持てば他者の存在や意見っていうのはそれほどまで重要じゃないんで取り込むにしても、まあ、他者を喜ばせるために 自己満足を得るというねそういった目的のために自分でない何かを演じることはありますけどもつまりそれはね使いこなしてるってことに近いと思いますでも他者が気に入るような自分ばかりを演じていって VTuber じゃないですけどもねなんか自分じゃない自分がそこに一人歩きしていって自分の自我の崩壊に悩むということもありますしお父さんお母さんの気に入るようにね教育のままに生きてきてそれなりに高い評価を得れるんだけどもでもあれ 自分で決めた自分ってのはどこにあるのかなっていうふうに、はたと気づいたときに、これまたね、自我の崩壊が起きたりとか、トラウマを抱えたりとかね、えー、自分の家族や経験してきた学校を恨んだりとかっていうのがね、30代でも40代も続いちゃうような、ちょっとね、こじれた人っていうのも生まれるわけなんですよ。うん、だからやっぱり自我っていうのはどこにあって、自我じゃない他者っていうのは他がっていうのはどこにあるのかなっていうふうなね、その位置関係を見ることっていうのは影響を受ける意味で、 非常に大事になってきます。なぜなら、いい影響と悪い影響をより分けて、いい影響を取り込むことによって自己満足度を高めていってえ、悪い影響を避けることによって時間の無駄コミュニティから離れるってことなんですよね。はい。じゃあ進めていきましょう。影響を受ければ受けるほど自我は他がに乗っ取られる。これはね、もう仕方がないことです。ただし、影響を受けた結果、その影響が自分の喜びと一致する場合もあるんですよ。 その場合は乗っ取られたことにはなりませんけども冷静にこの辺をね何回も何回も考えてしまいには感じれるようになるといいですね2つ目空気を読むって言葉がありますけども空気を読むことで望まない自分を演じることにもなっちゃうんですよだから気をつけないといけないかなとただしですね空気を読むことによってその場を冷静に輪、うん、を持って、えー、保つことによって自分を演じる、うん、こう価値をね高めることもできるんですよね だから空気を読むことっていうのは必ずしも悪いことではありませんがでも空気を読んでばかりだとねじゃあ自分を演出する場所がなくなってしまいますんで、えー、他者の気に入れる自分を演じることはできますけどもいわゆる自分から離れた自分を作ることになり、まあ、自我の崩壊がね起き始めるってことになりますのでほどほどに空気を読むこととあとね 空気を読んだ結果、自分のやりたい自分がそのまんま、あそこで、ね、表現できるようになるような他者との関係を作ることが大事になってきます。だから無理してね、演じないといけないような関係っていうのは無理して、えー、継続しないようにした方がいい。その人たちとは離れていくことが大事だということになります。あまりにも空気を読むことばかりを求められる、そのいわゆる時間の無駄コミュニティっていうのはね、えー、あんまり、えー、自分の人生に必要ではないっていうことになると思います。 そういう意味で影響を受けないようにしましょうということになります。三つ目、えー。自我だけではね、存在が困難であり、一部他者も取り組むことが必要。つまり私たちは生まれてから死ぬまで他者に囲まれて生きてるわけですよ。その中でね、自分の意識だけ自我だけでは存在はまあ難しいです。許されません、そんなこと。だから一部ね、他人が気に入るだろうなっていうふうな自分の共存もちょっと取り入れることが必要です。 うん、だからね、やっぱりこう、VTuber やろうが、何をやろうが、これは演じてる自分、こっちは演じてない本当の自分っていうふうに、きちんとすみ分けて使いこなすことが大事です。そうなるとね、結構ね、あの、いいこともあるんですよ。まあ、VTuber の例ばかり申し上げますけども、VTuber として活動してる中でね、VTuber に、ものすごくアンチなコメントが寄せられたりとか、攻撃を仕掛けてくる人がいるとするでしょそしたらね、自分では何を思うかっていうと、自分の作り上げた虚像がいじめられてるなぁと。 これは自分がいじめられてるわけではないから、痛くも痒くもないや、っていうふうに思えるんですよ。ところがね、顔出し、名前出しで、自分で勝負してる人間がコメントを浴びるとね、結構きついところがあるんですよね。お前の顔は気に入らねえんだよ、とかね、書かれちゃったら、自分の顔出しでやってるわけですから、あちゃーとかになっちゃうんですよね。まあそういう時には、そういった悪い影響を受けない。つまり、コメントを読まないとかね、反応しないとか、それは他人の考え。 つまり「他者のタガ」なんだなっていうふうに割り切ることが大事っていうふうなねマインドセットが必要になってきたりしますはいそして私がどうしても訴えかけたいのはここなんですよあのゴールにたどり着くことだけではなくてその道すがらですよねその道程っていうんですけども道程をこそ意識した方がいいんじゃないかなと思います最近はスマートフォンっていうのが出てきて迷ったこととか難しいことって 検索するとすぐに正解が出てくるんですよねでもその正解が出てくるところには残念ながら影響を受けるってうものはあります回答の影響を受けるんですよでもそれは考えたんでしょうか感じたんでしょうかそのプロセスを全く抜きにしてただゴールだけを求めてしまえば影響を受けてしまってですねそして考える感じるってうことがどん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 なくなってしまうことなんですよ ですんで便利であればあるほど私たちは自分を使わなくなるんですよね自分を使わなくなるってことは他者に乗っ取られる自分にまさに影響を受ける存在になっていくってことになります確かに正解をね急いで探さないといけないことがあると思いますけども私もそうですけどもタカさんがなぜねスライドショーをたくさん作れるのかそして 人のいろんな考え方を展開して自分なりに吸収できるかっていうとやっぱりここが大きいんじゃないかなと思います。それはゴールにたどり着くことだけを大事にするんではなくて例えば YouTube だったらね何本も何百本も何千本も取ることによってどうしてこれがダメだったのかなどうしてこれが受けたのかなそして次はどのように組み立てていけばいいのかなっていうふうに考え続けて感じ続けた結果なんではないかなと思うんですよ。 もちろんその一部には影響を受けたからこそできるような演出もあると思います。だから結局ね、考えること、感じること、影響を受けること、この全てを使いこなすことっていうのは非常に情報発信において大事なことなんじゃないかなと思います。まあ、その辺をね、タカさんのこれからの YouTube 活動からもどん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 学べていけると思いますんで、私もね、太鼓判をしたいと思います。 はい。じゃあ、一旦ここら辺までにしまして、また後半はね、また別の機会にお届けしようかと思います。タカさん、一旦失礼します。